京橋トラストタワーは東京都中央区京橋2丁目の中央通り沿いに立つ超高層ビルである。この地にはかつて千代田生命保険の社屋があり、1927年から1930年にかけては柳瀬自動車の本社とショールームが入居した。1981年には地上12階、地下4階の京橋千代田ビルが竣工した。 その後物件を取得した森トラストは2011年11月24日に新たなビルの建設に着手。この時名称を京橋トラストタワーに決定した。2013年3月に国土交通省より民間都市再生事業計画の認定を受け2014年2月28日に竣工した。東西にやや長い敷地を持ち北側はサンウェイビル。 南側は京橋江戸グランに接する。中央通りに面する東側は、通り沿いの他の建物の景観に合わせ、高さ31メートルで高層部をセットバックさせている。2階から4階にかけては、客室数150のコートヤードバイマリオット、東京ステーションが入る。5階から上のオフィスフロアエレベーターを南側中央に寄せて、 角に柱を配置しない構造により眺望を確保している。低層用と高層用のエレベーターの乗り換えフロアは13階となる。テナントに、久保田東京本社、LG エレクトロニクスジャパン株式会社本社などが入居する。1階には飲食店、4階には貸会議室も設けられる。一般的な高層建築の点五倍の耐震性能を持つほか、 pcp 対応として平常時の8割の電力を7日間供給できる非常用発電設備、戸田建設と富士電機が共同開発した地震時の建物損傷度判断ツールなどを備える。空き地面積の50%、1000平方メートルを超える緑化、LED 照明や中水道の採用などの環境施策が行われ、東京都省エネルギー性能評価所制度では、 AAA ランクを達成した。ありがとうございます。